どうも、お疲れ様です。ちょっと緊急で、この動画配信をさせていただいております。8月14日月曜日21時過ぎなんですけども、大きな要線が出ましたね。これが何を意味するかというと、まあ、例えばこのげ先も抜けてるんですけども、この時間になるとね、口先介入ってのが非常に入りにくい。プラス、実際の介入も多分ないと思うんですよ。ですんで、その時間を見計らってですね、資金が入った可能性ありますね。 で、このレンジを抜けてるわけなんですよね、ここの。つまり、145円を警戒した動きってのが、今この時間、かなりね、隙をついたような、まあ時間外取引みたいな感じです、株で言うと。ですんで、これちょっとね、ここの要請は見逃せないですね。うん、いつもよりちょっとね、少なめにして、倍で入っておく手はあるかなと思います。まあその上で、日をまたいでの、またね、深夜3時なり、 えー、そのあたり、4時なりにまた新しい評価をしたいと思います。え現在145円を大きく超えて、まあ、20とか30の水域に入ってきました。もうすぐに40になると思うんですよ。これ夜が明けたら、このままだと146円とかになってきて、その段階で口先介入が入るというシナリオも見えるんですよね。 そうすると夜中のうちに出し抜かれる可能性があるなというところでございます。はい。じゃあ、緊急の放送終わります。ちょっとね、変わった動きがあったんで追加放送しました。ちょっと私も普段よりも少なめの倍を入れておこうかと思います。